本日の目撃情報は目白駅付近のこの民家。スタジオの峰屋さん、見てますか？最近頻発している変死事件の分布図ですが、見てください。目白内で先日も発生した女子中学生の変死事件の現場とそう離れていないんです。かなり近いですね。はい、警察は自殺と他殺両方の線で捜査をしていますが、果たして人の背骨を真っ二つに折るなんて行為がそもそも可能なのか。そして気になるのが、両事件とも亡くなった方に背骨の骨折以外の外傷が全くないということなんです。それはつまり折られたんじゃなく勝手に折れたみたいな。そうなんです。骨に異常をきたす奇病のようにも見えるとか。目白って言ったらね、東京の仕事でよく豊島区の池袋の方に行くときに山手線に乗って通過する駅やけど、まあ、閑静でね、いいとこなんですけどね。早期解明が期待されます。テレビがついてる。いるんだ、あの人。公益財団法人 PL 振興社 PL パーフェクトライフか。いつの間に公益がついたの。ほんと天才だこと。やってくれたわね、岸沼君。ま、いいか。実はもう一組あるのよね。私もあゆみちゃんたちに無断で天神賞に行くつもりだったから。お合い子だわ。レーグオークションからのメールね。誰が情報を吸い上げてるのか一度調べてみたいけれど。なんだ、ブックオブシャドウズは天神賞にあるのね。グッドタイミングよ。こうなれば勝負ね。どうせ今から涅槃に行くんだから。あゆみちゃんより先にブックオブシャドウズも手に入れちゃおうかしら。石を見つけた一応の義理を通すためにあんな提案をしたけれど、本当はあの子の手助けなんて必要ないもの。
私と彼がいれば十分。あとはあの子がこの石の存在を嗅ぎつける前に。私らしくないわね、ここまで一つのことに固執するなんて。あゆみちゃんには悪いけど、黒魔術なんていかがわしいもので人を生き返らせるなんてできるわけないわ。でも遺品なら持ち帰ってこれる。持ち主の魂を込めて喋る霊具として連れて帰ってくればいいのよ。親友だったナホちゃんすら霊具に押し込めてコレクションに加える。私ってなんて趣味が悪いのかしら。ゾクゾクするわ。何？勝手にドア開けないで。愛ちゃん、久しぶりね。お姉ちゃんね、ちょっと今日は時間ができたから寄ってみたの。元気？は、あまりないかな。心配いらないわ、大丈夫だから。それより、来るのはいいけどテレビのつけっぱなしはやめて。霊が集まってくるでしょ。あ、そっか。ごめんね。お姉ちゃん、家に一人だと寂しくて、ついつけちゃうの。ちょっと通して。私、喉が。はい。相変わらず気持ち悪いくらい相手の要求を察するのね。そうかな。喉が渇いてるかなとふと思ったの。Thank you.
大企業の会長業と教師の二輪をこなすって相変わらずの天才ぶり、すごいわね。そんなのじゃないわ。ただみんなに喜んでほしいだけ。この人は昔から何も変わらない。その天才ぶりが周囲に負担を強いることだってあるというのに。会長になってから少し会社の業務も楽になったわ。子供の頃からの夢だった先生にもなれたんだし。そう、ごちそうさま、出かけてくるわ。愛ちゃん、それ何の石なのかな。すごくすごい霊気を感じるよ。いいでしょ、放っといて。あっ、心配いらないから。また会えるのは半年後くらい。仕事頑張ってね。うん、ありがとう。じゃ、愛ちゃん、お姉ちゃんね、好きな人ができたかも。そう、よかったじゃない。丹羽さん。待たせたかしら、春雪くん。いや、平気だよ。丹羽さん、行くんだろ。準備はできてる。さあ始めよう。さゆか、生きててくれ。水と食料を持って、今行くからな。なほちゃんの親友、大上さやかちゃん。モデルもしていたとても可愛い女の子で、ずっとなほちゃんにくっついてその霊能探偵業をサポートしていた。さやかちゃんにずっと張り付いて好き好き言ってたのがこのクラスメートの春雪くん。霊能力のとても高い子だけれど、よく言えば前向き、平たく言うととても残念で、さやかちゃんにも全く相手にされていなかった。待ってろよ、さやかー。その明るさが失われるのは辛い。春雪くん、
私が見てきたわけではないから信憑性はフルではないけれど、奈穂ちゃんはもう亡くなっていたそうよ。さやかちゃんにしても少し覚悟はしていった方がいいかもしれん。死んでない！さえのきさんがついてたんだ。彼女が死んでしまうなんて、それはきっとさやかを身を挺して守ってくれたからに違いない。だとしたら、無事にさやかを救い出してあげないと、さえのきさんだって浮かばれないじゃないか。信じたい気持ちはわかるけど、あのさえのきなほでさえ死んでいるのに、普通の人間が生きていられると思う。あんたに何とかできる山じゃないわ。引きなさい、庭愛子。水木曲がり。気づかれた。さすがに早い。君は確か転校生の。涅槃に向かう手段を得たところまでは褒めた。何度も抜け駆けするなと警告してあげたのに。どう？素直にその石を私に譲る気はない？何だと？そうはいかないわ。私にも目的がある。篠崎あゆみの持つ石はあのクソチビパーカーに出し抜かれた。残るはそれだけでしょ。もう外すわけにはいかないの。よこしなさい。殺すわよ。出し抜かれた。そう、あゆみちゃんはもう天神省に行っているのね。美月さん、君は。黙れ、ぶっ殺すぞ。お前たち一般人はこれから起こる運命に身を任せていればいいんだよ。何を言ってるんだ。相変わらず先輩に対する口の利き方を知らないわね、あなたは。言っても私はあなたより1学年上よ。ずっと気に入らなかったの。殺した欲ブースト中。もっと煽ってよ。その分残酷な死を与えるわ、愛子先輩。お会いに行く様。春雪くん、私に捕まって。これは篠崎教えの情報を回してやった恩も忘れやがって。金目当て過去のババア。向こうにはあなたの目的ブックオブシャドウズがあるのよね。見つけたらあなたに高値で売ってあげるわ。ねえ、ねえ、死人を迎えよ。感謝の後誰がいたっけ？
ちの教団のあいつに。ここが天神所。何これ、石よ。丹羽さん、俺見たよ。幸せの石はここに来る直前に水木さんの武器にかすめ取られたんだ。なんてこと。あの石がないと私たちは帰れないわ。永久にここに囚われの身を。そうか。だけどきっと大丈夫よ。もう一組ある石を持ったあゆみちゃんという子が先にここに来ているはず。あの子が帰ってしまう前に合流すれば私たちも帰ることはできるわ。うん、丹羽さん、それよりも探そう。ここにいるんだよね、さやかは。自分よりも何よりもまず愛する子か。暗いわね。私のろうそくを使いましょうか。心配ないよ、丹羽さん。火は危ないから。はい。昔からこれするとね、さやかってどんなにへこんでても笑うんだ。その後ボコボコ蹴られるけど。だから持ってきた。まさかこんなに暗い霊芝だなんてね。役に立ってよかったよ。これだけ愛してくれる幼なじみの男子がいて幸せよね。何が嫌なのかしら。うん、なんでもないわ。行きましょう。私はナホちゃんのヒント、黒のブックオブシャドウズを見つけに来た。春雪くんはさやかちゃんを探す。そして元の世界に帰るためにはあゆみちゃんを探さないといけない。結構忙しいわね。
それにしても驚いたな。水木さんって一体何者なんだろう。丹羽さんは知らないのかい。春雪くんなら秘密を守れるかしら。彼女はマルトゥバの墓という黒魔術教団をベースにした秘密結社の人間よ。秘密結社？日本にそんなものが。フリーメイソンとかイルミナティとか慈善の団体と比べてマルトゥバの墓は犯罪行為も厭わない狂った連中だけどね。新知学にグリムワールを教義に取り込んだ体系が特徴だと言われているわ。そんな子がしれっと俺たちの周りに溶け込んでいるのか。あなたが知らないだけでそこら中にいろんな人がいるわよ。マルトゥバに限らずね。隣人の素顔なんて本当の意味では知らないでしょ。隣人があなたのことを知らないように。サヤカは俺の全てを知っているけどね。あなたは 200% 見せすぎよ。とにかく水木曲がりには気をつけて。もう普通のクラスメートには戻れないわよ。
なんだこれ。まあ、なんて芳醇な悪意。恨みがまし、妬ましい。これを書いた人は相当病んでるわね。この張り紙もいいレグだわ。持って帰ろう。に、庭さん。私たちは襲われる側じゃない。カルカラ。それよくさえのきさんがやってた決めポーズじゃないか。の霊にも危害を加えたりしないよね。それは相手次第よ。あゆみちゃん、篠崎あゆみちゃん、さやか、さやか、出ておいで。それにしても見事なくらいに誰もいないね。ここへ来る手段は今やあの石しか残っていないから。無秩序に犠牲者が増え続けてはいないからかしらね。それはいいことだけど、でもそれじゃ誰の助けも得られないじゃないか。さやか、君は一体どこにいるんだ。一人ぼっちでどこで震えてる。さやか、さやか。なんだ。どうしたの。壁がおかしい。なんだこれ。これは涅槃の侵食。気持ち悪いな。なんでここだけ有機的なんだ。
姉は…春雪くん、ダメ。触らない方がいいわ。これは私たちの専門外よ。ああ。この建物、想像していたよりも随分と悪魔的だな。ブックオブシャドウズはどこにあるのかしら。もしかしてあれと関係が。Thank you.
ピアノの音？音楽室が近いのかな。下の階から聞こえるようだけど、降りてみましょうか。ひどい匂いね。刺繍？いや、これはもっと直接的な腐敗臭だね。丹羽さんは後からついてきて。お願いするよ。どうしたの？なんだこれは。やはり人の遺体があるけど。ひどいよね。ずいぶん腐敗している。呪術的だね。まるで誰かが何かの儀式のためにこの亡骸を使ったような。行きましょう。吐きそうだわ。うん。
音とか苦手なんだよ。勘弁してほしいな。春雪くん、雷とか大の苦手だものね。それは。さやか？いるかい？俺だよ、犬丸だよ。おかしいな、誰が引いていたんだろう。誰かいるのか？さやか？見て、春雪くん。ベートーベン。ん？うっ！気持ち悪いなぁ。
やっぱり誰か喋ってる？殺す…あっ！皆さん、ありがとう。ニワさん、後ろだ。え？何なんだこの部屋は。Thank you.
したの丹羽さん。ちゃん、いるの？アイコ、情報をちょうだい。ニオさん、どうしたんだ？あなたには聞こえない。何がさ？ナホちゃん、先日売った天神賞の情報、どうだった？上場よ。廃墟だった吉江の家に、幻覚の家が現れた。その調査に成功したわ。死後の世界へ飛ぶ方法が手に入った。これはすごいことよ。キビキ先生も、すごく喜んでくれたの。あら、よかったわね。
ありがとう、アイコ。なんだか、幸せな未来が見えてきたわ。珍しいわね。あなたが私にお礼を言ってくれるなんて。霊は人間の感情の特に弱っている部分を攻撃してくる。私の記憶を勝手に再生したのね。残念ね。低級霊のいたずらごときに動揺などするものですか。霊なんかより圧倒的に生きてる人間の方が強いの。常識以前よ。持ち物だわ。見てみよう。何か映っているかもしれない。ん？ファイルが一つしか入ってないな。さえぬきさんの冷たい魂の温度を感じる。本当に亡くなったのか。嘘だろ。どうしてこんなことに。この間までみんなで大騒ぎして笑ってたじゃないか。春雪くん、私たちに今できること、しなきゃいけないことは漫然と悲しむこと。いや、信じることだ。
そうね、さやかちゃんの生命力を。春雪くんを叱咤しながら、私自身も心が乱れて収まらなかった。めまいがする、心臓が痛い。これは何なの。なんだこの数字は。霊磁波ね。誰かの思いが語りかけている。まるこ生きてこないで。最後さやかさん、ほら！こないで、いぬは。そうかしら。どうしてわからないんだ？さやか？さやか？さやか、何を伝えようとしているんだ？今どこだい？助けに行くよ！待ってろ！春雪くん、待ちなさい！さやか！さやか、そこにいるのか？さやか！今行くぞ！春雪くん、止まって。なんだよ、さっきから。これは罠かもしれない。バカな。さっきのひどいトラップを見たでしょ。この学校は明確に人殺しの意思を持っているわ。あれはさやかの声だ。助け犬丸。さやか。犬丸、なおちゃん、助けて。いやいや。
しみだ。どんな悲鳴を聞かせてくれるのかな。どうやって殺してやろうか。楽しみだよ。後ろからやろう。私、帰り。私帰りたい。首を狙おうよ。愛子さん、愛子さん、来てくれたんだ。来ちゃダメ。ここから出してください。奈穂ちゃんが、奈穂ちゃんがいないの。お願い、向こうへ。さやかちゃん、ああ、これは内臓だ。さやか？いるかい？俺だよ、犬丸だよ。お母さん、見て、うん？うThank you.
どうしたの？今どう？なほ上場死後ありがめずる令和残念貸してみて。この絵春雪君そう春雪めまいなんだ礼さえさやかどうしせはれS-
さやか、今行く。ハルユキ、これバカな。さっ、ほら。話してくれ。落ち着きなさい。安全の確保が優先事項よ。篠崎あゆみちゃんを探しましょう。さやかちゃんはせめて何かを形見として現世に連れ帰ってあげましょう。聖者ないのか。え、君のせいじゃないのか。残念だけれど、形見だってふざけているのか。君には感情がないのか。天神小学校ねえ、こんなろくでもない情報をサイロキさんに吹き込んで。知っていただろう、さやかの性格を。ネロ立てて楽しそうにコンビを組んでたんだ。この子にまで影響を及ぼすって、なんでそこまでイメージできない。私は情報やプライドを持って商売をしているわ。情報の使い方は受け取る側次第でしょ。君のせいだ。絶対に許さない。国家
守護霊が暴走してる。お金もいらない。